Good morning folks, this is Ipanail, Yokohama City, Japan. The Yokohama Daily Conversations are to you. February the 7th, 2024, mm. Wednesday morning, 8.54 a.m. 13°C 今日はあのう、ー、つきや泥棒の始まりということでね、うん、あまずはごはんこれね、うん、昨日ねお風呂入れさせてもらったの妹のとこ行ってほんでもうティッシュがねティッシュがないから すごい <laughs> すごい<か> <laughs> 贅沢すぎるよ今日はねこ,こここここを読めますかねここに押して引き引き上げてくださいね押して引き上げてくださいって書いた俺こうちっちゃって剥がしちゃうこれじゃダメね可動かわかんないんまあ要はここを押して引き上げると なん私は「ぎゅー」ってこうやって常にシュ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 ってやっ取ったわけ何が言いたいかっていうと「嘘つきは泥棒の始まり」で「ここを上げてください」っつって「ここをあげなかったら何かあっても知らないよ」っていうことなのかあるいはあの「便利ですよ」っていうことか何が言いたいか。今日はあの 情報操作っていうことでね情報操作あのー、今回あのー、えっ、ー、と昨日おとといだっけ昨日だっけおとといぐらいから夜からなんかみぞれがちょっと雪になってまあ、横浜のこの辺で6センチ以下そ、まあ、多めに見積もっても 7cm ぐらいこんなもんこんなにたくさん積もりましたね。それで その雪が降る前からあのネットにね大雪情報、ね、都内で大雪情報、ね、得意なんだよあの南岸低気圧皆さんはなあの釣,りと釣りとかね登山とかやってる人は天気図見ると「あっ!」てわかるわけ。ね、で知らない人は「え 横浜の南岸にそんな大きな低気圧が来て雪がいっぱい降るのって騙されちゃうわけ横浜の南岸の大きさそれから南岸の距離近くでちっちゃい低気圧だったら雨ここに雨が降りますねで離れたとこに大きいのがあるとやっぱりここに降りますでも離れてないと,きところに大きいのがあると 長野とか新潟の方で降りますからねこれ毎回申し上げてますけど情報操作それで天気予報はねこの3日間遡ってえーっと8度の1度ね一おとといがで昨日がえーっと7度の0度で今日は 4度の0度っていうあのー、予報になってました情報操作っていうことでねそういうふうに予報ですからあの手相はあの統計学ですからね,ね気象も統計をとってますから平均気温って出るでしょで今日ご飯ね、うん、何や言いたいかもう分かったでしょ分かんない,2人いてねえよ 小麦を使わないうんまる大豆醤油特選スペシャルセレクション、ね、一力カンパニーネームグルテンフリーねこれあの遊、ー、んでねお米えっ、ー、とね年末ぐらいからね玄米 玄米っていうのを頼んだんだでですよネットで2,500円2,500円高いんだよ 5kg で2,500円っていうことは1キロ5 0 0円でしょうね1キロ5 0 0円だよねほんと 1kg は7号なんですよ7で割ると7749ね1号70円なわけ、ね、でこの白い方のご飯はまは50円ぐらいで半々に足して割ってるあの 入ってるわけその理由はあの玄米って腹持ちがいいんですよで、すよビタミンも豊富なのでその玄米の外側の栄養があるとこをこう削ってね磨いてね銀シャリにしたやつはたくあの栄養がないわけ取っちゃったから <laughs> みんなねだから腹持ちがいいんだよ玄米ってでもうね背に腹は代えられないからさだから 今まで50円だった米が70円の玄米足して120円だら60円検討なわけよ。ね、で適当にまあ半々ぐらい入れて、ね、玄米だけだと高くて食えないの。でお,お米と半々に足して水足してでこれから炊くんですけど炊飯器でねでこうまあお醤油入れるわけですよ。なんか炊く時にこうなんちゅうの味が馴染むじゃない で、これです。ね、これ、これ、これ。ごめんね。動、うん、いちゃったいいでしょ。これが炊飯器。ね、お母ちゃん、もういないからね。妹からもらったの。で、これに入れるでしょ。そんなこと言わなくてもわかってるまだじゃないかわかってる南岸低気圧わかるの バカじゃないからからわるよかったね。それで、えっ、ー、と、ちょっとこれもう邪魔だねこ。こっちやっとこうか。ね。これもちょっとね、あちちになるからね。ね日本はさ、自動車は左側通行ってなってるじゃない知らなかったえ俺、外国から来たから、から関係ねえ、うん関係あるここ、日本だから。これで見なくていいんだよ。 それで、んーと、どうだっけなえっと、どうだっけしばしお待ちを。これ。これをここへね、刺して。それで、これも片します。しばしお待ちを。<laughs> で、これで、まだちょっと危なそうだな。 広いからね、この色い邪魔でしょでもここにここに炊飯ボタンがあるんですよ炊飯ボタンこれを押すと1時間ぐらいで炊けますからね広いでしょこの色いどうして <laughs> 都内のことはわかんないんですけど都内はやっぱり大雪ってあれほど言ったんだから5 6 0センチは降ったわけですよね大雪あのー、現在69試合で私が小学校3年4年5年6年の4年間だけその4年間だけあのその前もその後もないのあの4年間だけはね あのー、俺が6年の時なんかね5年の,その時もそう「一冬に3回大雪えここはあのー、長野ですか新潟ですか」っていうぐらいまあそのまあ新潟の4分の1ぐらいかねでまあ俺小学校でちっこくんじゃね長靴履くじゃない、まあ、小学生の長靴なんて2 0ンチぐらいのもんじゃないね こんな短くな,かったこんな短くなかったあのこのこのぐらいの長靴履いてたんですよだから多分2 5六センチあると思うん何が言いたいかその小学校4年5年6年の時に降った大雪は小学生の長靴の中へ入っちゃうから歩くと中へ。 だ30センチ以上降ったと思うよそれ平らなとこね障害物のない平らなとこで壁あの崖際とか吹き溜まっちゃってるとこなんか 4050cm、うん、大雪っつったらまあ俺なんかの感覚ではまあだからあれだけ大雪大雪ち気をつけましょうねって言ったんだから東京は。 五六十センチは降ったと思うんだよね。大変だったよね。横浜は六センチぐらいでした。うん。あれ大雪って言わないよ。うん。あれ大雪って言わない。でもね、都会行くは雪なんかないじゃん。だから、まあ。十センチだとは。ええー。また雪かきするの、俺んち道路っ端なんだよってなっちゃうで。う、え、ん、ー。でも六センチはね。もう降ってるうちに溶けてたからね。ああ、いいか。 どのいはねえなっていう感じ、ねね、情報操作、ねあの。テレビなんかでかしこまってさ、ねこ,んなね、こんなんじゃなくてもっときちっとしたねこの辺が寄せてあげてみたいなねとんがっちゃってるみたいな <laughs> ねそうおおって見ちゃうよね,ね人の足元を見れるようなパリッとした格好をした人がテレビに出てきて「明日は大雪です」って言われちゃうとえ 天気予報、今日が8度の1度。で、今夜から雪、明日が7度の0度。ほんで、雪が降った後は0度の4度。今日見たらね、2度、2度の9度ってなってたね。4度と9度はずい随分騒んでるよ、ね。倍以上だからね。うん。でさ、天気、 予報だからね当たるも八景当たらんのも八景だからあのむしろ明日雪ちょっと降るみたいですけどだって放送したらいいですそうだな大雪い切っとけはバレますよいいんだよ予報だからねで予報が外れた時さすんません嘘かましてちょっぴりしか

3日前4日の日曜日にあのー、4時間ぐらいのを間に入ってるのをギタードーマくっつけて1時間ぐらいにして永久保存版ってやったんですよあれ自分でもよくできてると思うから是非お聞きになってくださいでそれ日曜日で翌日の月曜日撮った分を今編集し終わってこれが撮り終えたらアップしようかなと思ってその理由はたまっちゃうと バッックアップを取って、そうしないと次が入っていかないからね皆さんもそうでしょほでその日曜日はなんか手が腫れててあんまうまく弾けなかったんですよでチューニングも自分の耳コピーと合ってないから何かあんまやりたくなかったで最後ようやっとあったぐらいでうん私はチューニングのことを申し上げてます ませんこうやってやったら楽ちんですよ遠回りしないでダイレクトに行きますからってそのエッセンスをいっぱいやってますそんで翌日の,あの月曜日ね今日水曜日でしょだから昨日おととい月曜日そしたらその朝起きたらね手が「あなんかいけそうだな」で引いたんですよまた1時間ぐらい。よ,よたも言いましたけどでよたの 分も含めたた昨日アップしましま夜かなで今朝編集そのヨタの分取ってギターだけにして今もうこの中入ってますでこれ回ったらアップしようかなって思ってますあのー、これもねその永久保存版の補足になってますから。 チューニングが耳コピーと合ってないと弾きたくないでチューニング今日の分は今日アップする分は月曜日に撮ったんですけど3日前の「分かりましたおはようございます <laughs> 早くやめろ」ってわかりました3分、えー、15分21秒ねうんで月曜日ね「あれなんか今日いい感じチューニング待合ってるみたいだから」ってやったらさまあいっぱい。 弾きましたからなんかの参考になさってください説明はしませんもうその、まあ、完全永久保存版だっけ完全保存版そっちでやってありますからねあのいっぱい弾いてますあの,あのえ、これ同じ人なのっていう調子に乗り方が違うんですよ自分の耳コピーとチューニングがね んか狂ってんとなんかもう弾きたくないこうやって「じゃん」え違う「じゃん」になっちゃってで。ということで今日は「嘘つきは泥棒の始まりね。天気予報士予想士っていうんですか当たるもはっけ当たらぬもはっけですからね。その方が言ったことにうお左往しちゃだめ。 お前何嘘かましてんのいやあいつは白だが分かんねえと思ってよ分かってるよ。毎回じゃん。いや僕たちは嘘つきませんよ。僕たちは NMRK の回し者じゃないですから。圧力かかってるいえ。そう言っておけって言われてんのいえ。NMRK とは全然別会社の。 あの…いわゆるあの…使用人じゃないですからねうんでもお金はもらうんでしょ出演して当たり前じゃん遊びでやってんじゃないんだからあそうでその嘘つきや泥棒の始まりねで私なんかもね編集してんとねすっごい言い間違いしてる中村さんを鈴木さんっていう程度のことならまだいいんだよ これをさこれねお母ちゃんの思い出にって買ったさ d 3 0 0 2 0 m m つけてるんです今ほんと 30mm ねでもこの前回はこれをこっちのねうんう これだこのさ700を持ってさ300300 300っつってんだから、うん、700は3万3800円なのに1380円1380円はこっち、ね、お母ちゃんの片身にの思い出に買ったやつボデーねボデーでさ <laughs> このねストラップというとね俺は吉田大鵬さんね桜木町で今から。 1981年の夏だったと思うよ。1台はおなか、うん。もうちょっと下。もう5、6センチ下。ちょうどこのベルトの線にカメラの真ん中が来るぐらい。こんぐらいかね。うん、これでもう1台も首からつってて、こうやって、ね、東京方面から桜道をへ終点の桜道に。 降りてきて、き彼はねずっと後ろの方か真ん中辺で乗ってると思うの俺が気が付くったのはえー、っと階段が下降りてって地べた出てくんだよね下駄履いた線路だからさで電車が入ってしばらくしたらこの格好でね、グレーのあのブランド物のあれ10万円とかそういうんじゃないのジジャージ ジャージって大体さ、3ミリから5ミリぐらいじゃない ?2 センチ5ミリぐらいのが、そういうのあった流行ってたの、80年頃って。ね。あの、かけっこするときさ、体育できるジャージあんじゃん。ね。あれがブランドで10万円とか、そんな時代があったの。ほんとにこれで来たって。足、あの、足元はね、スニーカー。 これであの年齢からねあの逆算していくと多分46か7ぐらい4678その辺のどっかだ50前ちょっと前ぐらいだったと思うんだよね。まあさっそう、うん、あの方にねさっそう以外のね言葉見つかんないねあと生きていなせっていうのがねあのありきたりなあのなんていうのかねあの 当てはまる単語スタジと,、うん、そうと肩なんか揺らさないよスーッと歩いてきてさ彼はもうとっくにもうターゲット見つけながら歩いてんから俺がこっち側の端っこにいるのはとっくに気が付いてたと思うんだよね。で気が付いてあれもうあの四角いさねここがさあの角ダグラスさんみたいにここにね、うん、もう。 ここぐっと出てさそこ穴がボコっと開いてるようなさな何ていうかわかんない科学ダグラスさん見てね誰それ持 <laughs> ってきてでその当時あの朝日カメラにとか写真雑誌にね月刊誌に発表なさってたのはニュー F12 台でその当時はあの 28F235F250mm1.2L で8 5ミリ一点に L かな彼のねいつも使ってるだだから多分スナップあのー「桜見町のクイーン」とかさ「あのー、キング」とかあの辺をあと聴者とかさあのー、撮りに行ったんだと思うんだけど、ね、そ,その時ちょうどあの、連載みたいな形でなんかあのー、朝日カメラかな出してたこうやって。 肩なんか揺らさずさスッと来てさで、階段のとここうこう来てさ階段のとこまで来たら何か発見したのかもしれないあるいは俺,の俺と目があってあの俺まあ目でちょっと挨拶するぐらいで向こううんみたいなで多分何か見つけたんだと思う階段のとこまで来て階段の下の改札の辺りに何か発見したんだよね 速い速いバババババババすごい足取り軽いあ最初はさこうやって獲物を狙うねあの黒ひょうじゃないねライオンって感じ吉田大鵬さんはライオンっていう感じ音もなく足取り軽くあの重厚な感じでさね石川は島針が 重工業みたいなしゅうっと来て、それで俺と目があって階段の折り口のあたりまで来たらばなんか発見したんだよ。たた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 ったよ。なんか取ったんだろうね。だ多分こっちが五十ミリの一点二エルだと思う。でこっちが三十五ミリだったと思う。 手ぶらだからら手ぶらっていうか首ぶら2つだからさ首ぶら2つで手ぶらあのリュックも背負ってないしネギもカモも背負ってなかったでまあもしかしたらねジャージのポッキン、うん、入ってねえと思うな、うん、もうこの2本だけで撮りますよだからもしかしたら28の F2 かもしんない もうや、あなた、これで来て。階段の降り口まで静かに獲物を狙ってきてさ。降り口に来たら、結局階段の下が見えんじゃん。階段の下に見え、が見えるってことは、降りたところのすぐが。あの、少し行って。あ、でも、改札まで見れないかな。階段を降りる中のどっかに見つけたんだよ。おそらく。ダダダダダダね。で、階段を降りて右側のね、あの立ち食い蕎麦屋さん。 今あるかかどどうか知んないけどねあ、もうねえよ地下になっちゃったから <laughs> であそこで俺ね立ち食いそば屋さんやってたほい <laughs> であの改札出てこっち行くと街道ねで改札出て向こう行くとあの海の方ね、うん、吉田大鵬さんあまあやっぱりね人間かっ だよ吉田大宝さんってすんごいかっこいい俺みたいなチャッチー顔好きじゃないんだよそんで今回その10日ぐらい前にさあの吉田大宝さんのあげた時に生年月日を調べたんだよねそしたらもうお亡くなりになられてたの自宅で、あのー、肺炎だったかなって書いてあったうそ、ん、かほんとかわかんないそうって書いた ご家族に聞いたわけじゃないからね。書いてあった。ね、私は見ました。見ました。かっこいい。あなた。うん、あの正確にあのお,お生まれになったと。年号はわかんないけど忘れちゃったけど、確か1900年。1934年だとの吉田大豊さんがそんで36年が。 あの栗上和美さんほんであの荒木信義さんと田中兆徳さんが1940年ほいであの新の山巻信さんが1947年かな戦争終戦の2年後かな間違ってたらごめんね、うん、悪意を持ってね南岸低気圧なんて言ってねえから。 わか,かんないねあの嘘つきが何言ってるか、ね、皆さんも嘘つきがさ何か言ってるものを捨てていいんだよまた今日も嘘のおかわりお願いしますってバカだよそれバカ <laughs> バカ見たらバカバカが揃ってたらバカぞろいじゃあそういうことで短かったね「Thank you for watching かバカゲ n e X サムライ」

あんた4度と9度であったかさ全然違うよ倍以上だからねおじさんこのスイカいくらうーんみかんのスイカそれともスイカのスイカお前何言ってんの犯人はこいつですあ高評価で <laughs> き来たね誰 <laughs> かがあなたのコメントに高評価を押しました、ね、昨日のあの楠沢さんのんでね,ねあの 税金払ってない、ね、あのーえー、生活保護者はあの本国総監みたいな話ね岸田首相が、あのー、公の場所でね、えー、してもいいんじゃないかなみたいなことをおっしゃったんだそうです。ほ、う、い、ん、でコメントしたの「犯人はこいつです。本名は内緒」えー。えな何だっけ何か書いて「本名は内緒」。 犯人はこいつです本名は内緒国籍も内緒なぜも内緒あはあはあはあ <laughs> 日本人ってちょろいぜどなたか紅葉いうんか押してくださいましたね俺毎回同じことしか言わないじゃんうんでもね俺のさサイトはね 9, 9割以上があのあの何チャンネル登録者じゃないわけねで4時間のさ動画を見てみようかなって普通思わない普通思わないよで1回見てさ「無ージフォークス関係になるじゃないあそんでねあのー、お二人高評価を押してくださってますよ びっくりあのなんだっけ完全保存版あのギターの弾き方さなんだっけ若者だけに送る暇な独居老人がお伝えする、うん、ギターの弾き方、えー、都市部にお住まいの女性が選ぶべきギターこれね俺自分でもよくできてたと思う。うん ただ、お二人の方もちろんねあの4時間は見てねと4時間は見ないと見てくださらないとでもねこいつかわいそうだな毎日0か1だから高評価ぐらい押してやろうかなって思ってくださった方がい,たいらっしゃったんだねありがとうございます頑張りますねあ何がも低気圧関係ねえしあなたもね皆天気図 天気図だけはね、嘘を書き出しにくいから。そこで嘘を出しちゃうと、あれお前その、いじってない大丈夫よお前脳みそって言われちゃうけど、口で喋ったの、言ったの言わない。え、こういうふうに言ったじゃんえ。言いましたよ。あくまでも個人の感想ですから。大砲なんつってませんから。<laughs> 一応こっち向いてないよ。買とってね。かしこまって。明日は あの東京神奈川で「大雪が降ります」ね「分かりましたやめますよ」「6センチでしたね」うん「確かに大雪だよね6センチは」うん「大騒ぎする大雪だと思うよ6センチは」「でも都内は50センチぐらい降ったんでしょ大雪っつったんだから」そうっか言ってんのよ「嘘じゃないのあくまでも個人の感想です」「さようなら」